はい、ということでですね、今回はですね、キングダムアーツのアプリで、ためにためまくった、ジュエルがね、3万5000もあるんで、こちらを使ってね、ガチャをたくさん引いていきたいと思います。では行きましょう。ショップ。はい。ショップを、見ました。ってことで、このね、クラウド復刻メダル1枠確定ってやつが、引くたびに値下がりで10連引いていけるんで、こちらを引いていきたいと思います。2連ぐらい行こうかな、こちらもね。20連ぐらい。よし。では行きましょう。ポチッ。ドロー。はい。行きます。ポチッ。はい。どうなる？さあ、金来てほしいな。お？お？おお、出た！え？ 2005 年の。こいつが出たな。すげえな。よっしゃ。マジックミラー5つゲット。で、またジュエルがね、値下がりしていくんで、今度は、こちらでまた20年目引いていきたいと思います。ということで、ポチッ。ポチッ。さあ、20連目。果たしてどうなる？お？お！またこいつが出たか。マジか。同じかーい。ということで。さあ、ちょっと一回こちらで、これはやめとこうかなと思います。ということで、はい。復刻メダル1枠を20年引いてみたという動画でした。ご視聴ありがとうございました。